皆さんこんにちは。暑い毎日でエアコンの効いた涼しい部屋で過ごされている方も多いのではないかと思います。涼しい部屋と暑い外の寒暖差は自律神経が乱れる原因の一つとなっています。で、自律神経の乱れが夏バテの原因の一つになっていると言われています。ということで今回は自律神経を整えるポーズをご紹介したいと思います。ではまず一つ目のポーズから始めていきます。四つん這いの姿勢になっていきます。肩の真下に手首、骨盤の真下に膝がきます。つま先を立てて息を吸いながら前方を見て背骨を伸ばしていきます。息を吐いて背中をぐっと上に持ち上げて手でマットを押していきます。もう一度吸って前に背筋を伸ばして息を吐きながら背中をぐっと押し上げておへそも内側に引き込んでいきます。息を吐いた時のこのポーズが猫のポーズになります。吸って背骨を伸ばして、だいたいご自分の呼吸のペースで3往復から5往復ゆっくりと行っていきましょう。終わったらこの姿勢からお尻をかかとの方へ引いてつま先を寝かせて手を前に伸ばしてチャイルドポーズというお休みの姿勢になります。おでこをマットにつけてゆったりとリラックスするポーズです。手の位置は前に伸ばすか後ろに伸ばしても OK です。柔軟性の問題でおでこがマットにつきにくいという方はおでこを手の上に乗せてゆっくりと呼吸をしていきます。リラックスのポーズなのでゆっくり呼吸をしましょう。もう一度手を前に伸ばしたら手を手前に引いて体を起こしていきます。では次のポーズに行きます。座ったところから手を後ろで組んで体を前に倒しておでこをマットにつけます。この時おでこがマットにつかない方はおでこにタオルを敷いても大丈夫です。その場所からお尻を持ち上げて頭頂をマットにつけていきます。いける方は手を頭の方に持ち上げていきましょう。足のつま先は立てておきます。頭頂を刺激するうさぎのポーズになります。頭をつけている頭頂は百会というツボがあって自律神経を整えるのにとても効果的なツボになっています。この状態で呼吸をゆっくりと続けていきます。3回から5回続けましょう。首を刺激するポーズなので首が痛い方はやめておきます。では呼吸が終わったら手をゆっくりとお尻の方に下ろしてお尻をかかとの方に引いてもう一度チャイルドポーズになります。ゆっくりと呼吸を整えていきます。呼吸が終わったら手を手前に引いてゆっくりと頭を起こしていきます。4月から今回までの動画を続けてやってみるとちょうどウォーミングアップからクールダウンまでできるようになっているのでぜひ続けてやってみてください。では来月もお楽しみに。